どうも、陣内智則です。さあ、今回のネタは、いろいろ物議を醸し出した、レアゴスティーニ、週刊フェラーリです。まあ、こっから始まったと言っても過言ではない。まあ、これ何かと言いますと、2年前の東西ドリームネタ合戦で、僕がレアゴスティーニ、週刊フェラーリっていうネタをやって、ダウンタウンの浜田さんが、陣内滑ってなかったっていうとこから、まあ、物語が始まるというね。まあまあこれから始まってネタ人が始めるきっかけもこれからなんですよ。やっぱもう一回ちゃんとネタに向き合おうということで、そこから2020年の2月にネタ人を開始するんですけども、これをいつ出そうかっていうね、言ったけど、まあ、ずっと置いててもしゃあないし、元祖をそのまま見てもらおうと皆さんに。だから何にも書いてません。ドリーム東西でやったままです。ただ未だに僕は面白いと思ってます。これは面白いですよね。これ面白い。いや、そこまで悪くないと思うのよ。ね、そうですね。うん、面白かったですね。あと僕の自分なりに好きなのもあんま言えないですけど、あのカシューナッツのとこが好きなんですよ。カシューナッツの時はもう、ああ俺もうバッチリやなと思ったから、それも踏まえてね、僕も改めて自分でこれを見てもう一回頑張ろうかなと。まあ滑ってないことはないけど、受けてることもないの。もう一回初心に戻ろうということで、レアゴスティーニ週刊フェラーリです。どうぞ。フェラーリ創刊、驚異の加速を誇る高性能エンジン、サスペンション、フェラーリならではのガルウィングの魅力に触れながら、迷子をついてくるパーツを組み立て、究極の走りへ。週刊フェラーリ創刊号は590円。レアゴスティーニ、いや、ディアゴスティーニの週刊フェラーリ買ってもうた。毎週パーツが届いて、組み立てたら最終的にフェラーリできんねんな。あのガルウィングがかっこええねんな、このドアのところの。うわ、楽しみやな。うわ、届いてる創刊号や。かっこええな、これ。うわ、どんな感じやろう。作ってみよう。週刊フェラーリ、うん、迷子をついてくるパーツを組み立て、究極の走りへ。うわ、頑張ろう。創刊号第1号は14分の1スケールで再現された精密なディテール、うん、最高時速340キロを誇るフェラーリならではの風格と迫力を体感できるスピードメーターの針。いや、少な針だけ少な、作る醍醐味もないな、これ。まあ来週期待しようか。ああ、今週も届いた。いや、先週針だけやったからな。頼むよ、第2号。頑張って作ろう。週刊フェラーリ、うん、迷子をついてくるパーツを組み立て、究極の走りへ。頑張ろう。第2号、今週はフェラーリならではの安全性と快適性を兼ね備えた豪華なコックピット、うん、すげえ。人間工学に基づき開発されたエアコンの出口、うん、もっと送ってこい。なんや、エアコンの出口って。針とエアコンの出口だけやな、今んとこ。完成するの何年かかんねん。あー、今週も届いた。頼むよ、今んとこ針とエアコンの出口しかないからな。何年かかんねや、頼むよ今回。週刊フェラーリ、迷子をついてくるパーツを組み立て、究極の走りへ、うん、第3号、今週はエンジン、マフラー、ブレーキ、ハンドル、アクセル、バンパー、前輪、後輪、ミラー、ワイパー、カシューナッツ、その他諸々、うん、めちゃめちゃ送ってきたな。いや、先週めちゃめちゃ送ってきたな。なんでカシューナッツ送ってきたんや。なぜやな、これは。まあ、ええか、いっぱい送ってきたし、もうすぐ完成しそうやな。お、来てる、今週も楽しみやな。週刊フェラーリ、制作は順調でしょうか。カシューナッツも何かのパーツに使ってください。いや、使えるか、こんなん。あと少しで憧れのフェラーリが完成することかと思います。はい。ということで第4号、今週は、うん、勝手ながら休ませていただきます。うん、勝手やな。だから先週こんな送ってきたんか。家族で鎌倉旅行に行ってきます。いや、知らんわ。パーツ送ってから行け。鳩サブレー必ず送ります。いらんわ。フェラーリ送ってこい。なんで先週休んだんや。まあでもおかげでな、だいぶ進んだもんな。あとこのガルウィングだけやな、楽しみやな。よし、今週届いてる、頼むよ。週刊フェラーリ第5号、今週は5回目を記念して特別に日本の城シリーズより
名古屋城。いやフェラーリ送ってこい。なんで名古屋城送ってくんの。フェラーリ送ってこい。なんやこれ。あれちょっと待って、これ漢字のシャチホコがないやん。名古屋城といえばシャチホコやろ。な、そっくりやん。いやもう名古屋城どうでもええねん。そっくりやったな社長こと、カシューナッツが。そんなんええわ。あともこうガルウィングだけ、ガルウィング届いたらこうフェラーリ完成やから。来た、ガルウィング頼むよ。届いてる。結構休んだからな。頼むよフェラーリ。週刊フェラーリ、うん、ガルウィングが届けばいよいよ完成。そう、第6号今週はガガラコ。いらんわ。なんでガラコくんねん。これガラスコーティングするやつやないか。出来上がってからでええわ。いや出来上がってもいらんわ。いやもうすぐ完成やねん。ガルウィング、ガルウィング来たらめちゃめちゃかっこいいフェラーリ完成すんねん。ガラコいらんねん。ほんでなんでガラコ送ってくんねん。ガルウィングや、頼むよ。来い。週刊フェラーリ最終号。最終号。大変お待たせしました。約束通り。やった。鳩サブレ。いらんわ。鳩サブレ待ってへんねん。いやこんなフェラーリ嫌やわ。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。